愛知県海東軍の一海東軍は愛知県にあった軍。1878年に行政区画として発足した当時の軍域は下記の区域にあたる。平安時代後期に海風軍が東西に分割された一方である。大江忠明が治めた。室町時代には一式氏が文軍守護とされたが、後に室町幕府によって没収されている。 1>, 1、津島町2、蟹江町3、埼玉村4、八幡田村5、大井村6、上島田村7、市秋村8、新蟹村9、西の森村10、百光村11、駅は村12、古志治村13、鴨森村14、篠田村15、沖野島村16、遠藤村17、安松村18、 周区村19、桂村20、下田村21、川辺村22、伊福村23、高巨村24、徳日村25、生津橋村26、下野森村27、砂利村28、福屋村29、茶屋村30。 福田村31、豊寺村32、戸田村33、満須田村34、赤星村35、大春村36、かやつ村37、地木寺村38、白高村39、東今宿村40、新居屋村41、春府村42、草葉村43、川口村44、森村45、 生息村46、金垣村47、野間村48、諸端村49、諸子村50、藤波村。ありがとうございます。